こんばんは、どうも私でございます。今日もねプロスピエースしながら、スワローズ愛を語っていきたいと思います。いや、新人選手のね、あの入団会見がありましたね。まあドラフト1位のね吉村投手を中心に、もう本当高津監督も言ってたんですけど、やっぱ楽しみな期待しかないと思っております。で、個人的になんですけど、中でもねドラフト3位の沢井選手にすごく期待しているんですよ。まあ、その野球の実力的なものもそうですし、まあ、何よりあの爽やかなあの受け答えで、あれが非常にもう好きですね。なんで、まあ、一軍の舞台で活躍してね、ぜひお立ち台で、まあ、その爽やかな受け答え聞かせていただけたらなと思っております。時間足りなくない？大丈夫？インコース詰まりました。西浦がスワホーご視聴ありがとうございました。